ちら冥王星基地、ミリタリー管制塔。そちらの気候はどうだい？こちら太陽系外周系を、ストライクボマー艦隊。気候ったって、相変わらずの星空だよ。はは、綺麗ねえ。ま、第二次バイドミッションも成功してしばらく、お互いおしゃべりぐらいしか仕事がないってわけだな。ま、小規模バイドのお掃除に精を出してますよ。そちらさんの手を煩わせるような事態はないだろうから、カタパルトでも磨いておいてくれよな。オーケーオーケー。相変わらずなようで安心した。また何かあったら連絡くれ。オーバー。また管制塔のおっちゃんから暇つぶし連絡か？ああ、まあこうも平和だとな。新しく配備されたストライクボマー隊に配属になったってのに、大体で動くと、俺たちが出る幕もないな。僕はこういう小規模バイドの討伐で場数を踏んで、戦場になれることができるから、今のままでいいよ。ははは、チャーリーンとこの坊ちゃんにはちょうどいいな。坊ちゃんって言うな。あんまりからかってやるなよって。エマージェンシー、エマージェンシー。太陽系外縁部からバイド係数観測。発生速度、および発生数が膨大であるため、非常事態宣言を発令する。これは訓練ではない。繰り返す、これは訓練ではない。これ、今のなんだ？非常事態宣言って。訓練じゃないんですか？聞いただろう。訓練じゃない、非常事態宣言が発令だ。今すぐイートルナ偵察隊から、発生したバイド係数のデータが送られてくる。なんだ、この数。あ、おい、ラロンオイロ、すぐ近くにもバイド係数か。ああ、目の前に。どうすれば、指を先生、先生じゃなかった。チャーリー隊の信号を確認しろ。あ、独自の方向にバイド反応、囲まれてます。ボックスポロットからホテルは旋回して波動砲チャージ。アルファからエコーは爆雷で時間を稼げ。包囲網を崩すんだ。クソだ、ブラボーで残ったのは俺だけだ。ストライクボマー大隊の他に援軍は？一時の方向にも反応。まだ増えているぞ。抜けるんだ。波動砲チャージ確認。ボックスポロットから順に射出せよ。でよ。生き残るぞ。包囲網が崩れたところから抜けろ。こちらスウィートルナ太陽系外周偵察隊、至急、チーム R タイプの指示を仰ぎたい。こちら管制塔、何があった？今チーム R タイプの所長を緊急招集かけたところだ。不規則な時空の歪みを、宇宙母標群星域付近で発見。観測データによると、未確認の物体が歪みの中にある模様。歪みの中に物体、おいおい、まさかまた新たなバイドが生まれたのか。生体反応は確認できず、ただ、その歪みの中から出てきたものが。バイトでないのならばそこまで緊急事態ではないだろう。まあ一応チーム R タイプの奴らに連絡は。あ、おい、これ返せ。話は聞いたよ。
って、何か面白そうなものでもあったのかい？わざわざ僕のランチを邪魔してまで緊急招集かけたんだから、よっぽど面白いものなんだろうね。あ、所長、その、歪みの中から出てきたというものなんですが、どうも、R 戦闘機のようなものなんです。へぇ、ただの R 戦闘機とは違うってわけ？はい、スウィートルナの簡易解析によりますと、性能や見た目などは R 戦闘機に酷似しているのですが、組まれているプログラムや、言語、型番などは我々の知るそれとは全く別物になっています。へぇ、面白そうじゃない。その解析データちょっとこっち送って。時空の歪み周辺に危険がないようだったらさ、近場のニブルヘイム艦隊にその R 戦闘機らしきもの回収させてねぇ。了解いたしました。解析データを送信します。冥王星付近を巡回しているニブルヘイム艦隊に回収を要請しておきます。データ転送ありがとねえ。じゃ、僕は優雅なランチに戻るから、あとよろしくねえ。また勝手なことして、取り付く管制塔の苦労を考えろ。こっちが承諾したかのように思われるだろうが、そもそもこの間だってバイトを転された研究所から勝手にバイトの切れ端回収指示出しよって、これ以上ラボに危険なものを増やすな。へぇ、なるほど、これは想像以上の広いものかもしれないね。ランチしながらゆっくりデータ解析でもしてみようか。それにしても、波動砲機関もなく、ボース制御のプログラムも組まれていないなんて、中身はR戦闘機とは全く違う代物だね。そして興味深いのがこのテキストデータ。あの、星を、壊すため。所長、おはようございます。こちらにいらしてましたか？あ、おはよう。相変わらず早いねー。今日も徹夜で帰られてないんですか？ちゃんとご自宅で休んでください。所長の体調管理までは所長補佐の私でも面倒見きれませんよ。あはは、いつもごめんねー。いやーほら、この間思いがけない広いものしたじゃない。あのデータを元に開発してたやつがあとちょっとで完成しそうだったからさ。あれですか？そう、 R9 レオだよ。 R9 レオ。ねえ、君はさ、パラレルワールドって信じてる？パラレルワールド、平行世界のことですか？理論上は存在するという結論が出ていますが、まだ余剰次元への干渉も正確にできていない現在では、卓上の空論でしかないと私は思いますけどね。相変わらず君は厳しいねえ。科学者として、真っ当な考え方だと思いますが。僕はねぇ、パラレルワールドは存在すると思ってるんだ。科学に陶酔している所長とは思えない考えですね。僕だって空想ぐらいするさ。でもね、なんとなく確信があるというかね。ねぇ、他の世界線の僕もこうやって R 戦闘機を開発してるんだろうなって、そんな気がするんだ。別の僕はどんな R 戦闘機を作ってるんだろうねー。そこにバイドはいるのかな？それとも、僕らの知らない未知の生命体と戦っているのかな？どんなプログラムを組んで、どんなデザインなんだろうね。それは、確かに、興味がそそられる話ではありますね。僕はね、時々無性に悔しくなるんだ。別の世界線の僕が作った R 戦闘機を、この目で見ることができないということが。もし別の世界でも僕が R 戦闘機を開発しているとしたら、すごく突飛もない考えだけど、そのことに、何か意味があるんじゃないかって、時々思うんだ。他の世界線のいくつもの僕が R 戦闘機を開発していること、そしてこの世界の僕が R 戦闘機を生み出していること、次々と R 戦闘機が生まれていく先には、果たして何が待っているんだろうね。
おはようございます。所長補佐姉さん。新人くん、おはよう。完成したんすか？あの、例の新機体。あとは幻影波動砲の最終テストだけね。人体に影響の大きいものだから、メンタルテストとパーソナルテストをクリアしたものに実施させる予定。自分乗ってもいいっすか？はぁ？だって幻影波動砲っすよ。幻影波動砲とかチューン心くすぐる機体、乗ってみたいに決まってるじゃなく。テストを行うには、必ず所長の許可を得なければ実施できないようにしてください。わかったよ。残念だったね、新人くん。ありがとうございます。ありがかったっす。ま、性質が性質だしね。あれ、一研究員に使わせるわけにはいかないよね。はい、メンタルテストとパーソナルテストをクリアしたパイロットにのみテスト飛行と幻影波動砲のテストを行う。だから僕が乗るよ。はぁ、所長ずるい。これは所長権限だからね。よろしく。所長、聞こえますか？聞こえてるよ。へえ、いい仕上がりじゃない、スイートメモリーズ。技術部門の人らに感謝だね。いいですか、幻影波動砲は搭乗者への負担が非常に大きい波動砲です。2ループマックスチャージなんて打ったら、訓練もしていない普通よりももやしっこの所長がどうなるか分かったものではありません。ひどい言われようだな。僕だって男の子だよ。ああ、実際に操縦して飛ばしてみたかったなぁ。さすがにカタパルト固定からの発射か。わがまま言わないでください。研究者が自ら飛んでどうするんですか。戦闘機は男の子の永遠の憧れなんだよ。ま、波動砲が撃てるだけでも運の字だね。ではチャージを開始しますよ。オッケーだよ。サイバーコネクタ異常なし。パイロット、機体リンクオールグリーン、脈拍、心拍数ともに正常。スイートメモリーズ周辺に補助リンクネットワーク展開します。了解、チャージ開始します。3、2、1、発射。所長、応答してください、所長。大丈夫ですか？僕はどれぐらい意識を失ってた？5秒ほどです。意識は大丈夫ですか？体に異変は？大丈夫。とはいえやっぱり消耗してるね。体が徹夜明けみたいだ。ところで僕の幻影波動砲、何か見えた？いえ。こちらではノイズのようなものを少し観測したぐらいです。そう？か。すぐにシステムを落としますので、今日はもうお休みになってください。ありがとうね。じゃ半休もらって仮眠室で寝てくるよ。もう、これに懲りたら二度とバカなことに所長権限使わないでくださいね。ははは、それは約束できないなぁ。面白そうなもの作れたら試したくなっちゃうじゃない。いいからとっとと帰ってください。仮眠室じゃなくてご自宅にちゃんと。はいはい。今日はちゃんと帰りますよ。僕が見たあの光景。夢というにはあまりに生々しすぎた。いや、あれこそが、幻影波動砲の力なのか？それとも、
僕らには到底理解することのできない、何かの力が働いたのか。あの光景。僕は、触れてはいけないものを見たのかもしれない。む。よー。珍しいじゃん、外で飯なんて。うん、面白いもんが見られそうだと思ってね。面白いもん？そう。第一次バイドミッション時代に開発された、長距離射撃ユニット装備の機体あるじゃん。ああ、この間所長がなんか格納庫に搬入してたな。あれって、冷却システムに問題があって、最大出力での波動砲の使用が禁止されてたじゃん。それを所長が、今の技術なら、というか僕の技術なら冷却システムを改良して、最大出力でバンバン波動砲撃てるようにできるって、ってあの機体改良したんだよね。へえ、さすが所長。仕事が早いな。いや、そこまでならいいんだけどさ、その最大出力での波動砲テストやらせてくれって言ってて、例のごとくアネゴがさ。何考えてんですか？圧縮波動砲の最大出力での射程距離わかってるんですか？38万キロですよ、38万キロ。地球から月までの距離ですよ。地球の周りにどれだけの衛星が飛んでると思ってるんですか？どれだけの軍の部署に許可取る必要があると思ってるんですか？しかもまた自分でテストしたいとか、幻影波動砲で懲りてないんですか？ああ。それで今朝なんか騒がしかったのか。そう、だからここだったら最大出力の圧縮波動砲見えると思ってね。いやーさすがにそんなすぐ軍の許可下りないんじゃね。勝手にテストして衛星撃ち抜いたりしたらやばいだろ。じゃかける？波動砲テストが実施されたら、そのチーズバーガーちょうだい。おいぞ、じゃ俺が買ったらタバコおごりな。ま、今回ばかりは所長も勝手にはやら。あれ、所長じゃん、何やってんの？次の新機体の OS の最終確認と修正をしててね、ちょっと気になったからさ、ちょっと書き加えてて、でも運も運もあったから、僕もそろそろ帰ろうかなって、すぐパソコン落とすから。パソコン確保。うえ。ああ、所長、OS に裏ソースコード作って、そん中に自分の名前入れてる。は？画家が自分の作品にサイン入れる的なやつ？あ、でも一応ちゃんとソースの改良もしてくれてるじゃん。さすが所長。でもまあ、気持ちはわかるよ。でしょでしょ？わかるでしょ？そうかしら？うん。もし R 戦闘機が宇宙に漂流して、遠い星の知的生命体が回収したりしたらさ、その星に自分の名前が運ばれるんだよ。夢があるじゃん。ロマンだよロマン。そう、ロマンなんだよ。ま、回収した知的生命体がうちらのデータを解析できるかは、運次第だけどね。自分の名前がさ、もしかしたら時空をまたいで、外宇宙にまで運ばれるかもしれない。そう考えたらさ、なんかワクワクしない？パラレルワールドは、存在すると思ってるんだ。所長？所長？あはは、ちょっと妄想しちゃってたよー。それじゃ、私たちはそろそろ帰りますよ。所長もこれ以上変なことしないでくださいね。エマージェンシーコールを鶏の鳴き声にするプログラムとか入れちゃダメ？ああ、いいねそれ。ドリフのテーマとかにしたい。じゃ、所長、新機体への OS の積み込みやっといてねー。はいはい、やっとくよー。
昨日まで徹夜だったからもう当分働かなくていいよね、うち。ああ腹減ったー。姉を、帰りにラーメン食ってかない？あら、いいわね。豚骨醤油食べたいわ。ある戦闘機のような。他のいくつもの世界線の僕が。ただいますー。表でドーナッツの出張ワゴン販売してたんで買ってきたす。お、店戸じゃん。エンゼルクリームは俺の嫁。あ、エンゼルクリームはないっす。せちがらい世の中じゃの。あれ？所長は？所長甘いもの好きだから買ってきたんすけど。軍上層部の定例会に呼ばれてるわ。戻ってくるのは遅くなるでしょうね。そっすか、所長が戻る頃には俺たち帰ってるかな。所長のドーナッツは犠牲になったのだ。あ、釣り。所長にも一つ残しといてあげてくれる？あ、はい。上層部との定例会の後は、所長。疲れ切ってることが多いから。コーヒーでもお入れしましょうか？うん、お願い。今日はいつにも増して疲れてますね。うん、疲れたねー。君が所長に就任してからの、あるプロジェクトは目覚ましいものがあるな。ありがとうございます。特にディザスターレポートは素晴らしかった。政府や軍に反発する者たちへ、我が軍の力を誇示することができると言えよう。お言葉ですが、R 戦闘機はバイド殲滅を目的として開発されているものです。人類に対して力を行使するものとして我々は考えておりません。我々に反発する危険分子を牽制することも、軍としての役割なのだよ。R 戦闘機は人類の英知と力の象徴、そして人類に対しての抑止力、わかるだろう。しかし、その抑止力を人類に対して向けるということは。チーム R タイプ所長。君たち科学者は、軍の駒だ。我々の意向を汲み取り、それを形にすればいい。それができるだけの環境は、十二分に君たちに与えていると思うが。ねえ。僕たち科学者は、ただ軍に利用されるだけの道具なのかな。そういえば新人くんがドーナツ買ってきてくれてますよ。食べるー。軍の駒ですか。そう。僕は自分の好奇心に忠実な自覚はあるよ。科学者としてね。それを形にできる場を与えてもらって、恵まれていると思うよ。でも、それは人類同士の争いに利用されるためじゃない。自分のしていることが正義の味方だとか、そんなつもりはないんだよ。ただ、軍の意向に従ってこのままある戦闘機を開発し続けていたら、いつか、僕は取り返しのつかないことをしてしまう気がするんだ。
では次の新機体は、軍上層部も引くような残酷な機体にしましょう。ふえ？我々チーム R タイプの技術を使って、大衆の面前で使う内罰何か起こってる？僕何か怒らせるようなこと言ったかな？いつも以上に怖いんだけど、あ、これは別にいつも怖いってことじゃなくて、はい。私は、あなたのことを尊敬しています。よーし、じゃあ次の機体は、もうバイドをぐっちゃぐちゃのグロテスクな状態にして、世間に見せられないような波動砲にしちゃおっか。人々の前にさらせないようなもので、軍も早期安く使えなくしてしまえばいいんです。力を誇示する前にバッシングが飛んでくるようなものに。いやー、やっぱり補佐君は怖いね。何か言いましたか？いや、なんでもないです。